ですな。ボーカルピアノ、羽村子、はい、皆さん、さっきから見てた温かい、ね、雰囲気と音楽と、うん、はい、もうすごいですね、最初にトップバッターでやってくれたひめかちゃんですか、うん、めかちゃん、何歳なんでしょうか。11歳です。11歳、本当にもう見えないぐらいすごいピアノ弾き語りですね。すごい曲です。もう本当になんか11歳とは思えないぐらいの、私が11歳って言ったらどうなんでしょうかね。あ、ごめんなさい、すいません、滑りました。チャリ、こうチャリ、そうですね、そうですね、チャリ、チャリ、チャリティーに、ね、なんかちょっと滑舌が悪いんですけど、角が横文字が苦手でっていうことで寄付金となっていきます。はい、はい、もう本当にね、こんな企画をね出させてもらって、ありがとうございます。ありがとうございます。この企画はですね、もう最高だからですね、皆さんで最高って言って乾杯をしたいと思いますが、いかがでしょうか。新しいですね。あのね、なんか今日いつもはこの暗さから始まるんです。今日ちょっと明るめにね、いつも見てる方は思うと思うんですけれども、今日さくらこが乾杯しようってさっき後ろで言ってたんで、あ、どうぞどうぞってね。さくらこがやりたいっていうかね。皆さん飲み物はありがとうございますでしょうか。はい、いやいや。じゃあ皆さん、もう本当に皆さんが最高なので、皆さんで最高と言って乾杯をしていただきたいと思います。初めてで、okay. 最高で、okay. 最高で、okay. せーの、最高でした。ありがとうございます。I'm not afraid to die.
すごい教師になって、こういくつかの学校を訪問するんですけども、その生徒と生徒をこうじゃんけんさせる場面があるんです。でそのじゃんけんさせる場面で、ある人に君は勝てるって、勝てるから大丈夫だからやれるって言って、で最終的に自分でやれるってめっちゃ大きな声でも心の底からやれるっていうことを言わすんですよね。でそこでもう自信を これでこの人はつけさせるっていうことでじゃんけんをするんですけども、その人がですね何回やっても勝つんですよ。だから
なんていうんですかね、言葉ってすごい大事だなって思いまして、なんかまあそれで思ったのがですね、なんかどんなにあの人からね、たくさんの人からダメだお前はダメだとかって言われてもですね、なんか違うやれるっていうことをですね、私は言いたいって思いまして、そうですね、まあなんかまあそれってなんていうんですかね、言葉の力っていうのをすごい感じていましてですね、だから君はやれるんだよって言われたらですね、もう自分そんなことないよとかじゃなくて、自分はやれるんだっていうことを素直に受け止めて、もう本当にやっていってほしいなって思います。なんかこう、自分はダメだダメだって、まあ、人からなんか言われても、自分が信じてたら、それか誰か一人だけでもなんか信じていてくれる人がいたら、なんか可能性は 0% じゃないっていうのをすごくこの YouTube を見て感じてしたということでですね、まあ自分がなんかこう、お前はダメだとかっていう感じでなんか言われたことが、まあ、何回もあるんですけどもで、それをですね、それでちょっと苦しんだからっていうこともありまして、なんかそういう感じで思いました。だからなんか、ああ自分はダメだって思わなくてもいいんですよ皆さん。はい、はい、だからできるって、できるできるって思えば、もう本当にできたりするんですからね。喋れる喋れる。だから喋れる喋れるって思ったら喋れましたね。ありがとうございます。だからですね、言葉の力、まあ自分を信じる力、なんかこの人間の凄さっていうのをすごい感じて、またヒューマンという曲をまたやりたいと思います。お、うまくつなげたね。やれたやれた。Thank you.
この空間と思いがいつか目に見えないなんか形でもね、すごいなんていうんですか、素敵な未来が待っているかと思います。それまでというか、もうそれまででも永遠にね、ずっとこうやって皆さんで歌い続けていけたらなと思っております。カドネもこういったね、温かい空間を作りをこれからもやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。これで最後の曲になるんですけれども、最後はね、桜子の大好きな、あ、そうですね、もう本当に矢野純子さんという方がいましてですね、私のすごい憧れる存在の人です。その人がですね、
ここでライブをした時にですね、もう友達になれて、友達になったんですかね、あれは。なれたんですかね。なってる。すごい、あの知り合い、もう本当に、もう話すとすごい温かな人で、もう、ま、ね、もうすごい私のことをなんか励ましてくれて、もうなんか好きでいてくれて、なんていうんですかね、もう本当に太陽の人のような存在で、もう私の励みになる人です。もう何回もね、あのちょっとね、この場で申し訳ないんですけども、あの何回もあの殻に閉じこもってた時がありましてですね、それをなんか引っ張り出してくれた人ですね。はい、ありがとうございます。太陽の人です。自己完結作。太陽の人という曲を歌います。これすごいんですよ。こうなってやったら消えるんです。おー、太陽みたい。ありがとうございます。の悪いじゃあ太陽のように皆さんも光を浴びますかとか言って、すいません、何でもないです。じゃあ太陽の人、皆さんありがとうございました。